どうもーっとピスタチオです。よろしくお願いいたします。ピスタチオのエドスタトスロゴス。始まりました。はい、スタジオのエトスパトスロゴスでございます。お願いいたします。どうもお願いいたします。どうも。さあ、ということでこちらの番組はですね、はい、全12回実践我々しまして、はい、それぞれ、獲得枚数、はい、ジャグラーを打ちましてね、はい、3333枚目指そうという番組でございます。そうです。はい。はい、で、ただし、化けが先行してしまった場合、はい、どんだけ獲得しても、獲得枚数ゼロになってしまいますので、はい、お気をつけくださいということですね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。早速入店しましたけども、ちょっと一言だけいいですか。何でしょうか。一言だけいいですか。明けおめー明けおめー先に言っちゃった。え、そうね、そうね。いや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 、そうです。これ新年一発目ですから。いや、まあ、もうもちろんもちろん収録はね、そう前ですけ ど新年一発目ですから。明けましたよ、2022年。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今年もごひいきにお願いいたします。よろしくお願いいたします。ピスタチオ、そしてこちらあのキコーナーは、キコーナーチャンネル、よろしくお願いいたします。お願いいたします。いいですね。なんか丁寧な挨拶から始まりますね。そうですよ。それは頭を下げ、別に頭を下げるのただですからねいやいやいや、なんか性格悪いよ。お金がかかるんでしたら下げないですけど、一切。すごく性格悪いですよ。イジスさん、そんなルール説明しましたけども、はい、私はもう達成してるんです。そうです。あとイジスさんなんで下げたかというとね、3204枚なんですよ。はい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 、残り129枚というね、うんうん、微妙な数で残ってるんですけど、うん、129といったらなんか思い出しますね。昔のよくあったストック機とかね、大体あの、うん、1、2波って言われてね、うん、1、2、9とちょっと違うけど128回転まで熱いっていう台昔いっぱいありましたから4、5、9時台とか懐かしいですね。な落語してる。なんか思い出しますよ、昔いろいろあったよ、ね、いろいろありましたねっていうのが。128回転まで扱ったの結構いろいろ台ありましたんでね、うん、漫談始めようとしてる、ここから。はい、ティンマンダ129ですから。129よ。はい、新年一発目達成してください。達成したい。だからすごい考えちゃう、僕もまだ達成しない方がいいんじゃないか、うん、と思ったりするんですけれども、うん、自腹ですからねいやいや、達成しないイコールこうなるわけですから。そうなの。いや、達成しない方がいいんじゃないかとか言うじゃん、はいはい、達成した方がいいに決まってんだから、そう考えたら、うん、もうごめんなさい、達成します。します今日。今日します、もう、はい、ごめんなさい。キコーナー平井店さんでございます、はい、今日1店舗目お願いいたします。ここでもう達成させますんで、はい、はい、皆さんでぜひぜひ、楽しみにどうなるのか、はい、見ていただきたいと思いますので、最後まで見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、というわけで本日も最後まで見てね。頑張ります。じゃあ、お願いします。いい、丁寧。2022年の伊地さん、丁寧ですよ。誰かすいません、あの傘忘れてる方取ってください。すいません、お願いします。オンエアの時にはもうないかもしれないですけど、はい、行きましょう。さあ行きましょうか。来ましたよ。どうしました。モンハンの新しいの入ってマジでやりたいあっち、俺モンハン大好きなの。俺イジさん、そう知ってるよ。これその前のやつは寝台入れ替えの時に俺並んだんだから、大好きだったもん。ずっと確かにモンハンモンハン言ってた気がします。並んだんだから俺は。ジャグラーでございますよ。よし、ジャグラーですよ。あれ、これマイジャグ新しいんですか。あ、新しいマイジャグ入ったんだ。うわ、お客さんついてるな。たくさんついてますよね。え、やっぱりここに戻ろうかな俺。あら、なるほど。ここで俺、ここ何回もずっとやってるけどさ、最近やってないもんね、うん、確かに。ちょっとこの台から気持ち離れてたから、うん、初心に帰るっていう意味でもここはいいかもしれない。戻ろっかな一回。あ、じゃあ私ここ打ちますよ。どこ行くんですか。ちょっと、ええちょっと俺の視界には行けよ、せめて視界のどっかには行けよ。いやいや、あっちもまた見ようかなと。俺ここにしようかなって言って振り向いたらもういなかったからいやいや、見ようかなと思った。まあまあいいですけど、ちょっとこっちの方が気になってんじゃないの。でもさ、ファンキーかもゴーゴー、マイジャクはこんな見えないからな。じゃあ行くか、これで行きましょうか。ここで行きます。じゃあ、はいはい、じゃあやりましょう。行きましょうか。はい、久しぶりのアイムで。さあ、ということで、はい、行きましょうか。行きましょう。はい、せーの、はい、せーの、よいしょい、レイス、はい、ありがとうございます。まあね、まあ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 、ちょっと待ってください。なんか思ったことあるんですけど。何ですか。
今日カメラ近くない？え、そうかい。今日なんかカメラめっちゃ近い気するんだけど。びっくりした今。横向いたらすぐ近いいの近と思って、こうカメラ遊びがこう簡単にできるという今回さっっていうね、こういうのも楽しんでいただきて。カメラが近いな、やだな。どうですか、年内一応最後の収録じゃないですか今日。はい、なんか思い出あります？ツバトスロゴスの思い出はない。いやいやいや、えダメよ。なにダメよ、そんなはっきりないって言ってたらダメよ。いやいや、いろいろあったじゃない。いや、ありますよ。だから、うん、ツバトスロゴスの思い出は、うん、結構もう長く1年半ぐらいやらせてもらってて、2年弱ぐらいか。そうね、もうやらせてもらってて、うん、まあまあ慣れたもんよ。もう慣れてきましたよ。うん、でやっぱこういうレギュラー番組とかで長くやらせてもらってると、うん、なんかちょっと演者さんがさ、うん、慣れすぎちゃってさ、うん、こうちょっとなあなあになってくるというか、まあ、よくないんだけどね。うん、うん、まあまあまあ、まあ、なんかちょっと気が緩んじゃうみたいなこと結構ありますけど、この番組に関しては僕はやっぱもう本当にもう数少ないレギュラー番組としてこうやらせてもらってますんで、はいはい、もう本当に気持ちを、うん、僕はもう言ったら人生の8割もエトツバタツロゴスにかけてると言っても過言ではない。あ、そうなんですか。ぐらい気持ちを入れてるんですけど、うん、やっぱスタッフさんが緩んできてるんですよね。やっぱりこれ言っていいのか分かんないんですけど、はい、最近やっぱちょくちょく打たれるじゃないですか。打つね、スタッフさんがね。上の方にちょっとお叱りを受けたみたいですよ。あ、そうなの？あ、そうなの？あ、そうなの？打つのはやめてくれっていう釘を刺されたらしいですよ。あ、そうなの？そうなんですよ。そうですね、だからまあしばらくはちょっとおとなしくね、あのカメラの前に立ってねやってくれるんじゃないかなと思うんですけども。そうなの？そう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 、ちょっとなんかね、うわ、うん、なんかちょっとやだわ俺。いや俺もさ、確かに、いや、うん、俺もなんかそのまあそれはね、うんうん、最初はやっぱ打つんかいって思ったけど、うん、まあそこをさ、うん、何も突っ込まずさ、うん、こう黙ってこう俺も横で打ってのはさ、うん、やっぱ芸人としても違うなと思うから、それはさ、そうね、まあ、まあ、いじるよそれは、うんうん、ほんでまあ言ったら必要以上にいじってはいましたけど、うん、お叱り受けるとなると、そうなんです。いや、なんかね、うん、全く俺悪くないの別に。だってそうね、普通は打たないもんだから、うん、打ったのが悪いし、それをただいじってだけだけど、うん、すんごい罪悪感感じたの。なんでだよ、なんで俺が罪悪感感じなきゃいけないんだよ俺が。まあでも確かに実さんが言わなきゃねバレなかったことだし。いや言うだろ普通、横で打ってんだから。それ実さんが悪いっすよね。ふざけんな。やっぱ言わないでほしかったですよ、やっぱりそれは。なんか今日、うん、今日すごいカメラマンさんがちっちゃく見えるわ、すごい。逆に辛いよ、俺も。何よ。ジジイが怒られてるの見たくないよ、いや、ジジイって言うな。え、ジジイって言うな。そんなひどい言い方すんな。らしいですよ。シーズン3に関しては、はい、僕、前半結構ちょこちょこだったんだけど、そうね。後半ちょっと伸び悩んでんのよ。うんうんうん。そう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 。だ、私逆だもんね。前半調子悪くてちょっとこれ危ないんじゃないかってなってたら、うん、一発でねドンっていきましたから。まあね、そう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 。でも僕ね安定はしてんのよ、収支に関しても。マイナスの時も、うん、そんなシーズン1みたいに大負けはしてないから。うんうん、まあ、だから調子いいってことよね。そう、ね、もうだってスロットやってる人はさ、うん、ちょい負けって、うん、ちょい勝ちだから。それってもうちょっとまあ文法的に意味が分かんないですけど、そう、うん、大負けから負けだから、スロットに関しては。あ、そうかい。もうちょい負けってもう、うん、もう勝ちです、それは。ちょっとむずいですけど、定義が、うん、だからもう言ったら大負けからの取り戻しちょい負けは、うん、もう大勝ちです。ああ、まあまあやっぱ明日もできるっていう軍資金を持って帰れたら勝ちだから。もうそうね、負けてんだよ。そう、負けてんだけどね。負けた次の日ってやっぱあ、朝から行ってなかったからだと思って行くし。そうね、所持金1枚でもお札があったら打ち行っちゃうね。まあそりゃそうよ。そうね、
絶対負けた日の後の方がいくからね。うん、小沢さんはじゃあ、はい、もう新年明けて、はい、今収録が年内最後だけど、はい、あるんですか思い出とか今年の。いや、そらいいですよ別にエタツパタツロゴスじゃなくても。なんですか、ベタツバタツロゴスに関してのことじゃなくても別にいいんですよ。それはやっぱりエトスパトスロゴスの、はい、もう記念すべき日ですよ今年は。ありました、ありましたやっぱり4月15日の収録ですよ。はい、何ですか。マイベイビー小沢ジュニアが生まれた日。あ、生まれましたっけ。そうですよ。あれ小沢さん生まれましたっけ子供、お子さん。そうですよ、2時間ぐらい前に生まれたのよ現場つくでもほんと朝一で伊地知さんに報告して、うん、伊地知さんがガン泣き。泣いたっけ俺。はい、久しぶりに見ましたね俺、男の人の涙流しながらのおえつね。なるほど。そう、テレビ電話して。ああ、そうだ、そうテレビ電話でな。そういや、それはなんかね、うん、奥さんがなんかやっぱ、うん、子供を産んでもそりゃそうよ、体力使うからさ、うん、やっぱお疲れな感じもあったじゃん。そうね、それ奥さん知ってるからね元もね、うん、それにちょっとやっぱ感動したっていうのあるよね。まあね、やっぱ女性は偉大だっていうね。いや、すごかったですよやっぱ思ったよ。うん、そんなこと言ったらもう200回転回っちゃったよ。私もですよ。朝一の200回転やだな。伊地知さんは絶対出してもらわないと今日はもう。でも俺もう裏技あるから。え、何ですか。俺ビッグ1回でも引いたらもう打たないっていうそしても終わるんだからめちゃくちゃバケ先行してほしいわ。バケが先行しない限りビッグが1回でも先行したらもう打たなきゃいいんだこっちは。あら、あら、応援してます。 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、すいません、ちょっと今収録中なんでごめんなさい。やめろやめろやめろおい、えやめろ。え、いただきなさい。いや、視力中で話しかけてもらっちゃ困るから。大丈夫。え、あ、ありがとうございます、はい、うん、ありがとうございます。あ、優しい。ありがとうございます。丁寧な方です。なんか、はい、アドバイスされてましたけど、なんて言ってるんですか、はい、ちょっと前にこの台一撃で3000枚出てるんで、うん、あら、気をつけてくださいって言われてるんですけど、うん、もう入れちゃってんのよ。そうね、ちょっと早く言ってほしかった。ちょっとそんなん言われても急には動けないんだから。そう、ただやっぱこう長くやってると、うん、こういう情報交換大事ですからね。やっぱ常連さん同士での、うん、情報交換って非常に大事だから。あれですね、はい、開店にしてはすごい上品な丁寧な方でしたね。いや、もう最低よ今の発言。え、開店は上品なお客さんいないみたいなさいや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 、最低な発言してるよあんた今。じゃ、平井店じゃなくても平井という街にあんな方いないんだから。いやいや、最低だよあんた。平井と府中にはいないよあんた。大体近いんだ家が。あなたも平井みたいなもんだ家が。そうよ、新小岩なんだから。そうよ、江戸川区にあんな上品な方いないよ。そんな、いい人だけどさありがとうございます。はいはい、光った。え、今のお兄ちゃんがこう持ってきてくれたのかな。来たね、運を。今のニューエラのキャップかぶったお兄ちゃん、ありがとう。あら、好きになった伊地知さん。これでどうか。なんか嫌な予感はしてんだよな。ビッグだよ。おし、来た、よし、来た、よし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 。なんか意地になってここに居続けるの良くない気もすんだよね。いや、それよ、それよそれよ。そう、そのあれ本当にハマった時って、うん、やっぱ一日通して打てないと絶対移動した方がいいからね。そうなのよね、やっぱ波ってあるから思い切り大事よ。300いっちゃった。思い切り大事ありだと思うよ。今何回転。今316。全然ありだと思うよ。今いくら入れてんの。1万。なるほどね。打ちます。あ、カメラさんに聞いてるのね。そうです、はい。すごいゆっくり首振った。やめた方がいいと。うん、打ちませんという。よし、ちょっと見てこよう。やっぱファンキー好きなんですよ。ん、ファンキージャグラー好きなんですよ。なるほどね。俺相性よくねえんだよファンキー、いまいち。あら、2日前、はい、昨日調子いいですよ。お、この台
ちょっと待ってください。何ですか。僕今ちょっと戻るよ。もう決めてたことがあって、うん、ボーナス引いて100回転以内に引かなかったら台移動すると決めてたんで、うん、もう移動します。あ、移動。メダルが受け皿にある台って別にやってもいいんですよね、うん、ダメです。え、ダメです。うん、で上にメダル積んでて人がいなかったら座ってもいいんですか。ダメです。ダメなの。あ、ダメなんですか。ダメなの。ダメなんだ。揉めます。ダメだったんだ。ダメです。ダメです。もちろん。なるほどね。ちょっと待って。打ちますよ私は。打ってください。はい。うわマイジャグやりてマイジャグやりたいよ。でもまあ別に俺このまんま打たなくてこれ流せばいいっていうのはちょっと待って、それでウロウロしてるの今。まさかとは思うけど、別にこのままいったらギリあるなしだし、うん、ダメよ。マイジャグやります。どうぞ。寝台なのでやらせていただきます。よし、じゃあここから寝台のね、うん、マイジャグラーの方をちょっと打っていきたいなと、はいはい、思います。初ですね。初マイジャグは。あ、マイジャグ前1回打ってるよ。あ、そうだっけ。この寝台は打ってないですね。あ、はいはい、入ったばっかりなんで、導入されたばっかりなんでね、うん、ジャグラーシリーズでマイジャグが一番好きなんですね。はいはい。だけどこのちょっとゴーゴーランプがカメラ的に見えづらいということで、うん、今まで避けてたんだけど、うん、もう関係ねえということにします。マイジャグの好きなとこどこなんですか。真ん中にライプある、ライプあるじゃん、うん、これがでもね、真ん中のライプなんだけど、うん、結構演出がいろいろあるんだよ。点滅したりいろいろ、うんうん、色が違ったりとか、うん、そういうとこがやっぱ奥深いんですよ。なるほどね。そうそうそう。やばいな、100いったな。100いきそう。まあまあまだいいか、まだ大丈夫か。どうですか、新しいマイジャグ。すごい、これなんかあれがあるんだって、うん、え、ここに、うん、ゴーゴーランプに、うん、ゴーゴーマークじゃなくて、うん、トラッピが出るときあるんだって。ほう。そんでこのトラッピがっていうこの虎のマークが出たら、うん、この肉球をタッチすると、うん、いろんなプレミアムエースが出るらしいです。なんかついにジャグラーもそんなになってきたね。ねえ、他のとこを押すみたいな。はいはい、光った。はい、光りました。早い。普通のランプではあるけど、だからレギュラーの可能性もありますけども、はいはい、早い。ただ素晴らしい。十何回転よ。あら、はい、ビッグ、はい、来ました。伊地さん、クリスマスはどうやって過ごす予定でなんですか。何ですか、クリスマス。ちょっとぐちゃってなってましたけどね。え、なってました、ごめんなさい。クリスマスはどうやって過ごすおつもりですか。クリスマス仕事よ。ほら、仕事よ。クリスマスもイブ。イブよ。イブ仕事ですよ。クリスマスイブ、あのデニスの松下くんと、うん、和歌山県の方に行ってきます。あら。私おじさん、うん、あの同じ年のおじさん2人と、うん、和歌山の方で釣りをしてきます、うん、あら、あ、通りで私はクリスマス空いてるわけだ。あ、そうかい、そうかい。必然的に、うん、空いてた、空いてた。そうなってくると、そう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 。あ、今年、ね、今年も家族と過ごせるなっていう感じで。でもいいじゃないですか、小沢さんは。何よ。お子さんが生まれて初めての、そうね、クリスマスだから。そうね。ね、うん、サンタさん来るのかな。私がやることになるでしょうね、やっぱサンタさんはね。頑張って、じゃあやるなら お金稼がないと頑張って仕事して。そうなのよ。頑張って仕事しないと。じゃあ開いて頼むよ。ここでいっぱい出してさ、うん、なんかあるかな、景品でいいプレゼントがね。景品あんのかな、いいプレゼント、うん、もし負けたらここの非行な開いての会員カードを息子にね。ね、ダメです、ダメです。年齢的にダメですから、ね、やめてください。20年後にね、来れるようにね。20年後もエトスパトスコスやってるかな。やってるかな。やってるかな。60近くでやってるかな。エトスパトスコス多分だけど、はい、
スタッフさん含め4人いるじゃない、僕らと、はいはい、あの20年後はいい加減やめたくなってると思うよ全員しおれてると思う、やってるかな20年後もエドスバトスロボス燃えて長寿番組なら、そしたらあれ様子おかしいよ、200回ったよ、ノーボーナスだね、まだね、ノーボーナスよ、まあまあやばいですね、開いて、まあまあやばいですよ、コーナー開い、だから枚数関係なくなった小沢さんっていうのは、うん、よりガチの、いやそうだよ、スロットだからね、そうだよ、関係ないのもとにかく出さなきゃいけないんだよ、ね、小沢さんゼロ回転から打ってんの、その台、そう、なかなかですね、なかなかだよ、合わせ飛来700まで行くんじゃない、合わせ飛来700、合わせてくるかい、合わせて飛来点、俺こないださ、うん、プライベートで打ちに来たのよ、はい、なんかあの時もさダメでさ、あプライベートダメだったのね、プライベートでダメでさ、仕事でダメでさ、小田さんでも今日もプライベートみたいなもんですよ衣装着てるとはいえ、衣装着てるけど、もう小田さんのこのカメラ一切お電源オフになってるんで、いやマジでそうだよ今日なんかプライベートでうちに来た時もさ全然ダメだったのよ、当たんなくてさ、はい、まあ、それはいいよ、しょうがないよ、まあね、なんかね店員さんの顔も知ってるじゃない、はい、なんかね、彼らが全員にや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 、気づかれたんですか、店員さんには、そうですよ、なるほど、うわ、プライベートでうちに来てくださってありがとうございますみたいなこと言われるんだけどさ、あ、言われるんだ、そう、かといって出るかどうか別だと、そう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 、なんかね、負けてね、扉出るときにね、はい、聞かれました、ちょっと待ってくれ、そんな愚痴ばっか言ってくからだ、あんたは出るか出ないかはもう自分の引き次第なんだから、なるほどな、飛来点が悪いわけじゃない、出るんだから、これ光るんだから、ちゃんとこうやって、確かにな、257、あおい、え見てください、見てください、こういうのが面白いの、ゴーゴーランプが変わりました、はいはいこれが今のよ、これ見たくてやってんのよ、だから最初違っても普通のランプでもいつ変わるか分かんないからちょっと見とかないと、これです、ちょっとね、はい、先ほどちょっと大移動を選んでる時に、はい、お兄さん先ほどのジュースくれた、はい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 、アドバイスで、おう、また喋ったんですね、そう、ここの台気になってんの、ここの台ファンキー、何番台ですか、ファンキージャグラーでどうやら飛来点、はい、この台数の下一桁が0の台か1の台が厚いと、常連さんのオカルトを信じるわけですね、小沢さんは、やっぱね地域に根付いてる方っていうのはね強いと思うんですよ、ね、はい、小沢さん、はい、それで言ったらたまたまですよ、うん、僕もあの820番台ですけど、小沢さん、ほらってことはこの台ありなんですか、僕の台は、ありです、俺ここ行くわそんな分かりやすく入れてくれてるんですか、ほら飛来点さん、そんな分かりやすい台の入れ方してくれてるんですか、今までバカだったわ、こんな単純だった、こんな単純だったんだよ話は、ほらほら、そんな末尾とか単純なことしてくれてるんですか、そういうことですよ、だとしたらだいぶ有料店ですよでも分かんないね、あるかもしんないからね、そうあるかもしんないですよ、常連さんが言ってんだから、そうだよ、当たり前じゃん、どうします、先ほどのお兄さん、うん、飛来点来たの初めてだったらどうしよう、あ、もうはい、光りました、うわ、ほら光ったよ、光ったよ、もうこれ映ってるかな、カメラ大丈夫かなこんなことある、自分でカメラ確認することあるの、いや、それは今のタイミングはちょっと ね、そうだったね、光りました、この普通のランプが変わるかどうか、あ、今回変わりませんでした、レギュラーということで、まあね、まあ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 、あと1時間だって、お、まだでも逆にあと1時間あるんですね、
まあそういうことだね。よしよしよし、逆によ、うん、どうにでもなるよ。まだ確かに小沢さんもまだこっから出れば。確かに、ありがとう。でも俺は見たいよ。何、初めてのノーボーナス、うん、ちょっとマジであるかもな。興味はあるよ本当に、非常に。ってことはもうちょっとで平井700、合わせ700、合わせも、そうだね、この台で200いったらで、合わせ700。あらら、小沢さん目指してください。目指すか、目指しましょうもん。久しぶりに目指そうかな。いやでもね、うん、前もそうだったけど、うん、多分700手前に出るよ小沢さん。そうなんだよ。でもなんだかんだこっからの逆転っていうのも素晴らしい映像ですよね。小沢さん今いくら投資ですか。21,000円です。いいですね、いいですね。小沢さんまだ持ってるけど、うん、メンタル、はい、これなくなったら俺もダメかもしれないね。うん、だから僕シーズン1の時の僕のメンタル結構崩壊してましたから。そうだったね。だってやっぱあの当時、うん、エトスパトスロゴスでやられて、うん、あの仕事がさ、お笑いの仕事的にそんなに戻ってきてなかったから、うん、収入少ないし休みあるっていう時だったから、うん、好きの半分ぐらいあの店並んでたもんね僕プライベートでプライベートで。そうだよね、伊地知さんめちゃくちゃ行ってたよね。そんでプライベートで大負けして、うん、そうだそうだ、エトスパトスロゴスでも負けて光った、光った。やっぱ行ったの俺96回。俺言ったじゃん、100前後で光っちゃうって言ったじゃん。小沢さんやっぱ700いかないから。いかないからね、本当に持ってない。よかった、はい、ビッグビッグ、はい、光った。俺もおーし、こっからだ。チェリービカリ、こっからだ、こっからだ。チェリービカです、チェリービカ。レギュラー。彼女にたん、あのクリスマスプレゼント何あげようかなとか決めてるんですか。もう小田さん、はい、あのマジでマジで、うん、あの彼女に何あげるかいいですよ。小田さん聞きたいのよ、彼女に何あげるかのトークマジにいらないです。恋愛マスター伊地知は何あげるのか聞きたいでしょうよ。だめだ、恋愛マスターでもないですし、やめてください小田さん。そうなの、変な質問するのやめてください小田さん。やっぱそれ悩んでる方いると思いますよ。あとうん、はい、光った光った光った、早っ、はい、光った早っ、はい、いいですよ、早いですよ、いいですね。ちょっとこれバケっぽいね。はい、ほらやばい、バケビッグさん、バケさんになりました。あらあら、これはまずいですよ、これはまずい。100超えた、105円。平井、平井、ごら平井、平井、やめてください地元に暴言吐くの。平井どうなってんだ。まだまだね、まだまだ分かんないっすよね。そんなもん何にも起こってない。小田さん、はい、情緒大丈夫ですか。え、情緒がひどいのよ。なんか言ってた今、自分で暴言吐いて、うん、自分でなだめて、なんか言ってた今私、ひどいよ情緒が。なんかあったんですかプライベートでね、辛いことでも。いや今日だよ、今今、落ち着きましょう、落ち着く。はい、光りました。はい、レバーオンで光りました。怖いよ、普通のライトだから怖いよ。あーこれ怖い、普通のライトだから怖いよこれ。ほら、え、マジで、ちょっと待って、んビッグ3回引いてさ、うん、最初3連続ボーナスビッグで、うん、もう今日はもういったと思ったら、うん、そっからバケ4連ある。あれついにバケ先行、マジで負け先行してんだけど。あら嘘でしょ、
こんなことなると思わなかったんだけど。ちょっとあれじゃないですか、過去一じゃない、ボーナス1回って。いやすごいよ、伝説的よ、マジで。まだ分かんないから、最後の連チャンするだけの話だから簡単よ。でもね、もうやめたいんだよ俺は、はっきり言うけど。負けた人生でいいのかなあ。今日はとりあえず一旦いいよ、そんな負けで終わってさ。一旦いいよ、負けていいどころか、うん、使いどころないんでやめてください小田さん。きついよな今ビッグさん、うん、バケ4の、うん、結構もう今危ないよ。だからそうだよ、だ危ないとこにいるけど、うん、コメントでね、うん、あコメント来てます。ジャグラー以外にも、うん、パチンコ対決も見たいなっていうコメントとかが来てくれてるんでね。はいはい、もう俺は終わらして、うん、クリアして、うん、もうそういうパチンコ対決とかも見せたいよ俺は。そうだよ、それもできるんだから。俺だからね、伊地さんのそれ待ってんのよ、付き合ってる状態よ今。見せたいんだよ俺は。頼むよ今日、何をバケ先行させてんのよ。パチンコ対決も見たいって言ってくれた著名王さんの、うん、気持ちに応えて。そうですよ、チョメを頑張るよ俺はな。じゃあもうやるわ、もうチョメを打ちやるわ。チョメを打ち、うん、何ですかそれ。はいチョメ、はいチョメ、はいチョメチョメチョメ、はいチョメ、はいチョメ、はいチョメチョメチョメチョチョメ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 。あーダメでした、チョメを打ちダメでしたね。あの伊地さん、はい、チョメチョメのところもったいないからさ、はい、早く打ってよ。このまんま終わるっていうのが一番辛いからね。そうだよそうだよ、枚数もなくなって、うん、バケも先行してて。そうだよ、今分回しのタイミングなんだから。やばいですよこれは、うん、ちょっと私もチョメオさんの気持ちに応えたいな。チョメオさん、うん、ちょっとチョメオ打ちしようかな。めちゃめちゃめちゃおめちゃおめちゃおめちゃめちゃめちゃおめちゃおめちゃおめちゃめちゃめちゃおめちゃおめちゃおめ。ダメでした小田さん。はい、チョメオさんの気持ちに応えたいって言ってますけど、うん、小田さんは達成してるんで応えてるんですよ。うん、そうだからチョメオ打ちしなくて大丈夫ですから。あ、大丈夫なの、私なんで。あ、そうかい。300やばいね。あ、それあ、それあ、それちょんめちょんめあ、それあ、それちょんめちょんめちょんめちょめっちょ温度でよいよいのよいちょめっちょ温度でよいよいのよい。あ、それちょちょめ温度でちょちょいのちょい。長いです。ビッグをそろえてちょちょいのちょい、バケはやめてよちょちょいのちょい。バケが先行したならばメダル没収されちゃうの、ちょちょいのちょいちょちょいのちょい。今日で終わらせパチンコへ。長いです長いです何ですか長い。非常に、うん、非常に長い、非常に長い。どこがお家なのか分かんなかったからさ途中邪魔しちゃってごめんね。僕すいません、僕もうん、あのリズムで最初打ってたんですけど、うん、長すぎて、うん、途中踊ってましたから、うん、そうよね、打ってなかったです、うん、何してんの。おちょめ温度良かったけどもそういうことじゃないんだよ実際、はい、今やばい、ここに来てハマりだしたぞ。まあ言ってもまだ165だけど。逆にさっきのアイムジャグラーずっと座ってたらどうなってたのかな。ねね、そうなっちゃうんだよマジで。後手後手に回ってるからね全部が全行動裏面に出てるから今んとこ。400やばいですね。あ、お、来た終了ということで。終了、はい、本当に終了です。嘘でしょ。いや、僕の財布が。ああ、そっちかい、びっくりした。いや、そっちかい、びっくりしたじゃないのよ。びっくりした、すっからかん。びっくりした今そっちかい。びっくりしたじゃないのよ。そんなどうでもいいことかい。おい、どうでもよくねえわおいえ、あと何分っすか20分。これ俺
お財布の中もゼロになっちゃったのよ今。小田さん二択ありますけど。何よ。打ち続けるか、うん、あのマイナス加算でも自腹で打ち続けるか、うん、ひたすら一発ギャグやるかっていう。あれします。何ですか。開いてんの店舗紹介でもします。いや絶対いらないです。店舗紹介行くか。さあというわけで始まりましたピスタチオ小沢の気候な店舗紹介のコーナーでございます。ありがとうございます。さあ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 ね、始まりました。カウンターがありましてね、今日は店員さんもどんな面白い紹介になるでしょうかね。かえらしくいるんですけども、こっちが手を振った瞬間全員いなくなるというね。さあ行きましょう行きましょう。さあスロットコーナー行きましょう。あらあらあら、こちらもジャグラーのね島でございますけども、たまにあの打たれてますね、あのピスタチオ伊地知さんがね。たまにあのピスタチオの伊地知さん、あと小沢さんもあのいる時ありますんで、はい、私はプライベートで来た時も負け、仕事で来ても負け、それが気候な飛来店でございますけどもね。さあさあいろんなスロットあります。喫煙コーナーもありますので、広い喫煙ルームでございますね。広いですよ。でテレビまでついてますから、はい。で私みたいな状況の人行きましたら、ここは休憩所でございますね。テレビついてます、ドリンクもあります、アイスもあります。ちょっとね一生懸命ね、あの小沢さんが今店舗紹介してるんですけど、今ここにあの皆さんをご存知のスタッフのあっちゃんが横にいるんですけど、無の顔で見てますずっと、ね、何ですか。頑張ってますけどね小沢さんね。何ですか。どうなんでしょう、使われるんでしょうかね。まあ、一応これ情報だけ、無の顔だということだけ言ってますけど、戻ってきたよ。私は引き続き残りラストなんでやりたいと思います。あれ戻ってきた。うん、ちょっと待って今、はい、音声聞こえてんだよ。はいはいはい。面白かったですか。あ、面白くないお父さんお父さんお父さん、うん、今はっきりとあっちゃんさんから、うん、面白くないっていうことが出たんで、うん、すいません、うん、僕から言うことじゃないんですけど、うん、お金貸すんで、うん、残り打ってもらっていいですか。時間貸せ出せよ早く。すいませんお父さん、出せよ。ちょっとごめんなさいお父さん、もう貸すんで、もう早く、はい、すいません小田さん、もう早く打ってください小田さん。角角のこの台打ちますね。そんな小沢に構って暇ないんだよ僕は。もうこれやばいんだから今、こんな129枚で苦労する。残りマジでこのまま終わるよ俺、飲まれて。嘘でしょね。あと何分ぐらいですか。3分3分残り15枚。これでこれで5回ではいけるからね。あ、光った。いやそっちかい、こっちかい、いやそっちかい、バケかい、しかもバケかい。よっしゃ、はい、お疲れでした。よっしゃ、お疲れでした。お疲れでした小田さん。よっしゃ小田さん。よっしゃ小田さん、おっちゃーってやってますけど、うん、俺もやりたいのよそれ。やっていいと思うよ。よっしゃっつって3333枚達成してるのは僕なんで、うん、なんで一応達成してるんで、うん、そうよ、そりゃそうよ、はい、いやだから2人して今日難しいよ、はい、この感情達成してるよ、はい、めっちゃ負けだから今日知ってます知ってます、うん、達成とかじゃないのよ本当に。そのすっからかんだからさ、小銭しかないんだもん。いやすっからかんじゃない、すっからかんじゃない、僕も貸してるんで、うん、プラスで貸してるんで、うん、返さないからね。いやいやいや、それは意味だ、もうそれ意味わかんない、それ意味わかんない。なんだよ本当。こっちからじゃまず言わせてもらっていい。こっちも言いたいんですけど、ちょっと待ってくれよ。そう、ちょっと待っててくれよ。ちょっとやめてください、それブレちゃうんで、うん、いや分かってる分かってる分かってるけども、しょうがない。やめてください。あのこっちがこっちの達成をメインにやってるのに、うん、それやめてブレちゃってるんで今、しょうがないじゃん、もうこんな風にエンディングブレちゃってるんで、ね、最後の20分いるかね、打たせんのさ、あれよくね、あのバケ違う違う、だから言ったのよそれは。だから店舗紹介僕小田さんがするって自分で言い出したんで、そうだよ、僕は全然いいですよと、うん、でもちゃんと面白い店舗紹介ができてたら、うん、それちゃんと使うし、うん、面白い VTR になるんでそれもいいんじゃないですかって任せたんですけど、うん、
20分残り時間あったじゃないですか。そうだよ。10分の時点で、うん、スタッフのあっちゃんさんから、うん、もう終わりでって NG が出ちゃったんで。あいつなんだよ、だからよ。もう見るに耐えないから、うん、終わりということで、うん、やむを得ないですよ、こっちも。いや、知らないよな。打たしたくなかったですよ、あなたに。NG 出ちゃったんで、見られないっていうことで。あいつ、あいつ。お世話さんの責任なんですよ、それは。知らないよ。最後の10分は。頑張ってさ、テンション上げてさ、やってんのにさ、声も張ったよ、ほんとによ。なんで使いませんよ、だって。で、最後にバケ引いて、終了だって。なんそれ。どうぞ。僕の番号もういいですか。もう大丈夫。もういいですね。はい。もう吐きました全部。僕はあのーうん、3333枚を目指すということで、うん、そうよ。最初の段階で、うん、あのもうビッグ3連を引きまして、うん、3回連続、うん、でまあまあこれもういったなと、うん、下座のパンパンになりまして、うん、まあまあ普通にいっただろうということでやったら、うん、まさかの、うん、そこからバケ4連続ということで、はいはいはい、結果的にあのビッグ3、うん、バケ4、うん、そして時間ちょうどいっぱいいっぱいで、うん、全部メダルもなくなって、うん、あのメダルもゼロということで、うん、ある意味持ってるなと。こんなだって、うん、すごいよ。こんな思ったってビッグ3回引いて、うんうん、そっからバケ4回って、うん、仕込みでもできないよ、これ。いや、できないよ、できないよ。こんなことある、ね、俺もだって行くと思ってたし、もうだって129枚残りになってから、うん、何回達成しないよ、うん、俺いよいよだよ、いよいよ。あとちょっと怖いよ、俺あと3回で129枚。うん、次の府中店でちょっとマジで達成しなかったらちょっと怖いよ、怖いよ。俺みたいなのがあるから、うん、だって1回ぐらい。これまでマジで究極言うけど、うん、別に残り10分15分でビッグ1回引きゃいいだけの話なんだから。あ、でもそれできてないんだ。今日の俺みたいなことがあるからって言っても、俺今日ビッグ1のバケ1で、で回収142だから、それやれんよ。そうだよ、142なんだから。そうだ、それやれんよ。マイナスは言ってるけど、終始マイナスが142にはプラスなんだから。あ、いける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 、それでいいのにできてないんだ。そうだよ、そうだそうだ、そうなんだよ。複雑ですね。複雑ですね。行きましょう、次の店舗行きましょうね。これをもうバネに頑張りましょう、はいはい、うん、もう我々も本当にこの、はい、もう全身全霊で今日はやったんで、行きましょう。絶対チャンネル登録、はい、コメント、高評価、ちょコメントお願いします。最近ちょっと減ってきてるんでお願いします、皆さんコメント。ごめんなさい、お願いします。口悪いです今日は。リアルなんで。しろ、お願いします。コメント書け。はい、はい、行くよ、お願いいたします。はい、というわけで次回もまた見てね。ありがとうございました。